テレビアニメガンダム G のレコンギスタの劇場版 G のレコンギスタの第3部宇宙からの遺産、富野由悠季総監督が7月22日に公開される。月から脅威が迫るほか、ベルリゼナムとアイーダスルガンの衝撃の真実が明らかになる。ガンダム G のレコンギスタは機動戦士ガンダム誕生35周年記念作品の一つとして、テレビアニメ版が2014年10月から15年3月に放送。地球のエネルギー源を宇宙よりもたらすキャピタルタワーを守るキャピタルガード候補生のベルリの冒険を描いた。劇場版はテレビアニメ全26話に新たなカットを追加、前後部作として上映される。第3部はストード卿の聖域ジャンクトコルトにいたアメリア軍の航宙艦が攻撃を受け、スペースコロニー国家トワサンガが地球への帰還を目指すレコンギスタ作戦を開始する。ジャンクトコルトには地球内外の4勢力が集結、それぞれが権利を主張して意見を戦わせる中、アイーダは真実を求め、ベルリや仲間とトワサンガを目指すことを決意する。 R、クリムニック、マスク、クンパルシータ、ノートゥードレッド、ロルッカビスケスとそれぞれの思惑は渦巻き、複雑になっていくが、テレビアニメ版と比較すると分かりやすくなっている印象を受ける。指定だったことも明らかになるベルリとアイーダの心の動きもより丁寧に描かれている。